Hello, what's up everybody, welcome back to another video reaction. And today I'm gonna watch Spy Family episode 9 part 2. And in the last episode, Anya interviewing Lloyd's job. And then before you watch episode 9, make sure you guys hit subscribe, hit thumbs up, comment down below. And also do not forget to follow me on my social media, link in the description below. And let's start it. 来週の黄昏の任務だが、提案通り お前との共同作戦が決定した。よろしく頼んだぞ。了解です。バリント総合病院、女はワイズのスパイだ。作戦の手順は2人。まあ、もともとが長期スパンの計画だがな。申し訳ありません。相手いれば妻役として任務をサポートできたのですが。いや、フォージャー家は現状維持だ。 お前はお前の職務を全うしろ。ドージャー夫人が離退やされた場合は仕方ないですよね。ああ、よからぬことをたくらむんじゃないぞ。失礼します。おこら。コードネーム、トバリ。女には野望があった。 What is the ambition? The ambition is to get closer to Lloyd. 今日の朝食も失敗してしまいました。誰でしょう? She's coming. If your versus Fiona, what gonna happen? どちら様で失礼。 フィオナ・フロストと申します。届けに来たのです。あ、そうだったんですね。どうぞ。Your makes that cake? わあ、綺麗な方ですね。You're pretty too. 何か。いえ、好きあらば妻の座を乗っ取ろうというのだから、間違ってはいないわ。家具とかは全部、主人が。ヨルブライアから排除するまで。 Oh no. この女、なかなかに隙のない身のこなし。ユーリとフランキーさん以外で初めての来客、緊張します。お子さん、アーニャちゃん、とても活発そうな女の子ですね。え、アーニャさんはいつも元気いっぱいです。あなたにとっては所詮義理の娘でしょう。無理せず肩の荷を下ろしなさい。大変？なぜですか？ She loves Anya.元気がないとどうしていいかわかる。この作戦には安かったので、レジが混んでて大変でした。あのお店のおすすめはエビだ。お先生には言ってませんでしたが。お姉さん、父と仲悪い？好き。 アーニャ。なんて完璧なんだ。もうあんな鈍臭い女は不要だ。世界平和のためには君と結婚するのトバリ君。なあ。コードネーム、トバリ。彼女の野望は、黄昏のお嫁さんになることであった。私の方が絶対奥さん役に適任なのに、任務の面でも家庭の面でも超絶サポートして見せるのに。アーニャさん？ Anya's feeling is same like the weather outside. うちの嫁はいつも。いつもドジばかりで本当使えないんだ。とうとう言ってしまおうか。フィオナ君、新しく嫁に来ない？あ、いいんすか？ノーよ。そう思われても仕方のないことかもしれません。
先輩はブラック派よ。ミルクを入れてるところなんて一度たりとも見たことがない。You don't know anything about. 今までよく妻役が務め。そもそもノンカフェインの飲み物に変えてもらおうか。お、お姉さん愉快。何やってる。大丈夫ですか、アーニャさん。やけどしてませんか。ちょびっと汚れた。No, if you become the murderer, Anya will quit from this mission. Anya, この母断固拒否。ああ、なんだかアーニャ、母に甘えたい気分。好き。おお、アーニャさん。私だって甘やかすくらい。そうだ、アーニャちゃん、プレゼントするわね。なぜ？初対面の方に緊張しているのかしらね。アーニャ、母がいて、ポンドもいて、アーニャ、ホージャー家の娘でよかった。すごくよかった。マジで。マジで。ノイドさん、お二人のために一生懸命努力します。何度でもココア吹きます。だから、そう。こぼさないよう夜は十分頑張ってるよ。だからアーニャもこうして懐いてる。それ以上に助けてもらえることなんてないよ。おイドさん、あの頑張ります。だからもう頑張ってるって。 But I think yes, 先輩 that is the 心を殺せ real 隙を見せる。 Yes, 先輩、よくできた作り物の笑顔、微細な本音。I think she knows, realized that she shouldn't destroy this family anymore. 今度の任務、先輩と私の二人で当たるようにと、ハンドラム。おい。お。She looks so disappointed. 今日が雨でよかった。この気持ちは隠し通す。詳細は病院でまた連絡します。なぜなら私たちはスパイだから、そう教わったから。いつか冷戦が終わるその時まで、だけど偽りの夫婦でもいい、今はただそばに、あなたの妻にふさわしいのはこの私以外いないと。よっ、それゆけ陸軍測量部クマさん分隊。アーニャ、この白いクマさんボンドみたいだな。And this one looks like Anya. The hair pink. ほら、寝ろと言ったろ。No. あれ？もっと死んだ！ごめんなさい、ごめんなさい。落ち着け。いやだ、アーニャ、このペンギンさんが大事だもん。父にもらったやつだもん。わかった。And I thought Bon going to leave this house. Yeah. なんだかフランケンシュタイン。それは仕方ない。Yeah, that's okay. 傷は戦士の勲章だ。エージェントペンギンは。悪のボンド、何しに来た。許してほしいんじゃないか。どうする、昨日の敵は今日の友と。18話のセリフ。我は深く傷ついた。だが今度の戦争は。ピーナッツに免じて集結させてやる。あと、アーニャも嫌いって言ってごめんなさい。
お。平和条約に調印だ。Oh, okay. The dog won. It's not run away from home. And then Fiona, man. So Fiona is supposed to be the girl who become Lloyd's wife for this mission. And now, after more than a year, she comes here to destroy this family and then replace your... Hell no. No, don't. Don't. And if she become the forger, Lloyd's wife, Anya's life going to be nightmare all day. All day. But Anya there trying to show how beautiful her family is in front of Fiona. The story will be different if she become the mother. Totally different. So, thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed. Make sure you hit subscribe and thumbs up. Have a great day and see you next time.